はい、皆さん、ゴイちゃんのペンです。信長の野望大使やっていきましょう。さあ、前回からこちら引き続き南部家を攻めていきましょう。で、一旦講和してからの再進行なんですけども、やっぱり南部家兵数回復してますね。で、こちら能と畠山家もね攻めていますんで、ここも頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、畠山攻めは今どんな感じでしょうか。松並城交渉できるか、行きましょう。ちょっとここは急ぎたいところ。はい、なんと今すぐ話をしたいとのこと、お願いします。じゃあ柿崎景家さん、お願いします。私は里見家の柿崎景家だ。私が上司の畠山義綱だ。さあ、でだいぶ確率低いな。じゃあ上司とこ、いやーでもな、一族だもんな。まあ行きましょう。はい、あ、いけた。ああ、嘘一族を裏切ったぞ。この城、もらい受け。ああ、そうやな。行くぞ。じゃあこのままタクタ城へ向かいましょう。出陣するぞ。七尾城まだ攻めてんの。まあ硬いけどさ、七尾城は。行きましょう。さあ、まずは我が領内に向かっております。嘘、4万が来るの。それをさあな、しよう。どこどこどこ、ここか。それか、こっちの2万7千を、いやー、こっちか。よし、こっち。出陣。また4万5千が、引かないので、行くとしよう。じゃあ、こっち。はい、ここで、待ち伏せします。出陣する。で、もう1部隊ぐらい出せないかな。1万4千か。はい。出陣する。いや、1万4千をだね。こっち、檜山城へ向かってる。ここね。はい、はい、出陣する。さあ、どうするお前ら。うわー、引かないか。で、タクタ城到着。タクタ城は強行49日。はい、さあ、あーと、ヒゲの人が来たか。カイン買ってくれってやつだね。あー、初めてかなあ。カイン買います。はい、よーし。で、まだまだ落ちそうにない。あ、で、七尾城落ちたね。おー、強げ。じゃあこのまま一気にタクタ城を攻めましょう。さあ、ここよ、私は。さあ、どうする。待機せ。じゃあ対面使っていこうか。はい、足合わせで行きましょう。あっ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 、浅はかなりですよね。浅はかですよね。さあ、行きましょう。行くぞ。さあ、で、ここだ。四季なさとお前らの勝ちはいりません。じゃあ、指揮は取りません。オッケー。さあ、で、雫石御所落としました。やった。じゃあ次はこっち荒らすか。で、4万500は引かないか。やるね。さあ、それでは行ってみましょう。行くぞ。で、向こうは3万5800に減ったね。で、花巻城落とします。方位42日。はい、さあ、で、北信親の部隊が来るよ。気をつけてね。さあ、戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません。行きましょう。さあ、なんとかこの差を埋めるんだ。はい、鳥海の戦い、里見義隆 VS 北信親。兵数ちょっとね、ハンデあるけど頑張りましょう。こっちには足川精錬があるから、なんとか行けなくはないんじゃないかな。さあ、で、お互いの部隊、これが私たちかなり強いな。で、向こうはね、そんなに強くないんだよな。でも勝ったな、問題は。行きましょう。はい、海戦鳥海の戦い行きましょう。今回私はうずめび、うずめび、うずめび、かねかねで、向こうがのろし1個あるか。そうやな。じゃあとりあえずこっち、こっちで待ち伏せして、で、こっちのね、人数が少ない部隊を、じゃあこっち外側寄せて、で、回り込んでのろしを壊すみたいな感じしていくか。始める。なんかめっちゃ少ないもんな。大丈夫か。さあ、来い来い来い。敵の居所掴んだと。で、まず2800来た。ご命令ください。ご命令を覚悟せよ。ゲチ、はい、始めるぞ。さあ、来るか。ご命令を始めるぞ。攻撃は今ぞ。で、鉄砲、ナイス。手を、で、のろしは誰も守ってない。あー、でも、あー、来た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 。よっ、行くぞ。さあ、影虎お願い。はい、
これこっち、ああいいか、敵の居所を掴んだところ。でこっち、バレましたね。じゃあこっちの方始めるぜ。攻撃されてる、大丈夫、奈落こしゃくな。でこう鉄砲、はい、始めよう。攻撃こっちだ、油断大敵だぜ。下がろう、御仏の導くままに、はい、やりたい。でこっち、こっち、こっち、前へ。さあ届け、覚悟しろ。でこっち、はい、覚悟は良いか。でね、ここはね、そうだな、どれがいい、奇跡です。あー、ダメだ、またこのまま頑張らせて。始めよう、かかれ。で、奇襲ナイス。敵の居所、あー、さすがにここは無理か。よう頑張った。で、こっち始めるぞ。脳死壊さんだ、ケツ。あー、奈落だ。で、こっち、じゃあこういって、で、じゃあ、越後の竜、我が部を持って、こい、釘を中枢、命令してくれ。やりたい、よい、強撃、御仏の導くままに。こっちや、はい、覚悟しろ、やりたい。で、相奈落、落ちましたね、オッケー。滝の目線。で、こっち、なんとか実感を発揮。敵の居所を掴んだとのこと。越後、はい、やりたい、前へ。さあ、で、奈落があった、マジか。やりたい、さあ、脳死壊せるでしょうか。で、大将、北の内か、太鼓持ち、でこう、でこう、御仏の導くままに。空気ついな、俺らの破れ。あー、やられたか。あー、で、追いつかれる、追いつかれる、無理だ。一旦引くでしょ、やばい。で、戦況が敵方に傾きました。やりたい、ふー、前へ。こう、さあ、こう、なんと大将を倒そう。ごめん、はい、いけるか。叩き潰せ。おい、だいぶ士気下がってんね。ちょっと下がる、ごめん。始めよ。で、こっち、こっち、こっち、はい、覚悟せよ。こっち来てー。で、脳死壊せつか、行くぞ。で、里見さん、で、はい、こう、ゲッチ。で、こっち、こっち、はい、始めよ。いかんな。ね、ここはね、じゃあこう、かかり乱れ竜を掲げよう。で、待って、こい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 、さあ、行こうぜ。で、一部隊倒した。で、さあ、こっち行こうぜ、叩き潰せ。越後の竜、敵の居所、で、里見吉とか持ってきてて、返そう。ふぅ、苦しい。で、こっち、はい、始めよう。まあ、4万を倒さないといけないわけだから、を入れ、こんぐらい苦戦するのは当たり前だ。さあ、来た、ナイス。こう、さあどうだ、いけるか、囲め囲め。敵の居所を、で、こっち、こっち、よし、はい、滝の目線。さあ、いけるか、このままこれ寄せ。何しやがれ、頑張れ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 、前、いけた、オッケー。よかった、4万を撃退した、ナイス。いや、苦しい戦いや。見えていたことよ、すべてな。あ、3万5000か。まあ、3万5000を撃退しただけでも大金星。いや、ボロボロや。敵将。あー、で、誰か撃っちゃった。ごめん、違う違う。事故です。違います。いやー、まあまあまあ、まあ。で、じゃあ、こっち、しようか。もう戦えないか。一旦騎乗させよう。はい、お疲れ様。で、遠くから、部隊出せないかな。せがれの部隊、19,400。ついてこい。じゃあ19,400をこっち向かせよ、蹴まない。先に行くぞ。さあ、ついてこい。で、タクタジ落とした、ナイス、オッケー。ということは、1553年2月、畠山家里見家によって滅ぼされました。パチパチ。さあ、捕獲したのは、ああ、いいですね。あ、能力高いな、みんな。はい、ようこそ。じゃあ、宇治安は騎乗、お疲れ。さあ、問題はこっちよ。さあ、南部、はい。で、さっきの戦いで南部家の兵はかなり削れましたね。よし、行きましょう。さあ、で、まずは天勝さんが到着するかな。で、こちら、今川家と織田家が一戦になった。これは、まあ、今川家勝つよな。いや、織田はもう終わりだ。で、こちら、檜山城落としましたね。やった、行ったら落ちた。OK、ナイス。行きます。じゃあ、この調子で、独孤城も行きましょうか。はい、お願いします。出陣する。さあ、で、こちら、我がせがれがまだまだ時間かかりそうだな。あと57日か、頑張れ。
で、花巻城を戻しました。ナイス、素晴らしい。未熟で、はいはいはい。で、逃がしまして、で、じゃあ真田幸高はこちら香水城行きましょう。我に続け、はい、さあ、で、香水城到着。こちらはほい42日で交渉もできるか。で、ひでり大丈夫かな。ちょっと被害出てますな。んだけど痛手は抑えられてる。いやでもまあまあ痛いか。で、本願寺家と通商を結べる間柄になりました。じゃあ通商協定結んでおきましょう。報告いたします。はい、表情でございます。これより表情を行う。さあ、次はそうだな。で、商業のポイント全くなくなってるもんな。まあ、なのでここは商業と軍事でいきましょう。はい。で、ピッカーン、北条氏康、そして芦名守氏からの、あ、畠山義房、いいね。加入して早々やるじゃないか。表情を終える。さあ、で、次はじゃあこちら野戦築城を取っていきましょう。部隊の防御力上昇中、最高だぜ。で、あとはデンバセ取っておきましょうか。うん、じゃあこれも取っておきます。よし、こんなもんでいいでしょ。いくぞー。ご命令を。さあ、もう一部隊ぐらい出していきましょうか。じゃあ長尾影虎1万2000か。そうだな。じゃあ九戸向かわせるか。はい、お願いします。進め。さあ、行くぞ。はい、志果たさず。さあ、で、本願寺少女さん、賞は終えられぬな。一個一気。はい、当家が対面を対象となったようです。マジか。いやえ、だって領土接してないじゃん。ちょっとどういうことか説明しなさい、この野郎。もうこうなったらダメだな。いやー、この辺もうボロボロになっちゃうな。え、領土接してないけどな。まあ、海の上では接してるのかもしれないけど。どういう理屈で、はい、こちらは特攻城だね。特攻城は強行36日。はい、さあさあさあ。で、さあ、できたか。で、部屋集まってるか。21000、マジか。じゃあ香水事情、ほい28日か。行ってみるか。はい、さあ、ここは行ってみましょう。で、なんと今すぐ話をしたい。よーし、行ってこい。お前なら大丈夫だ。さあ、行きましょう。いや、パーセンテージ少ねえ。上手投稿いけ。ダメか。全面解放ダメですよね。くー、この城のものを値段やしにせよ。さあ、現在南部春政との戦いは継戦5ヶ月なんですけど、今回は無理していきたいな。さあ、多少長引いてもこの南部攻めを追いはしない。で、こちら香水寺を落としました。ナイス。さあ、で、逃がして片付けない。さあ、どんどん苦しめていきましょう。今度はそうだな。野辺地行くか。はい、出陣する。で、特攻城落とした。ナイス。いいぞ。容赦はせぬ。で、はいはい、みんな逃がして。はいよ。片付けない。で、天勝さんはじゃあこっち、はい、石川城。いざ。さあ、で、向こうは部隊を解散。よし。さあ、苦しくなってきたんじゃないの。で、ケマナイ城到着。ケマナイは強行34日。はい、さあさあ、ここはスピード勝負よ。行ってこい。で、武田家の甲州建立。もうそれよりも本願寺なんとかしてほしいです。さあ、お前ら行ってこい。このさあ、南部春馬さん最後の抵抗。馬術長令、あくまでも抵抗すると。で、石川城到着。石川城は強行44日で交渉もできるか。で、向こうも苦しそうだな。で、九戸は強行58日。はい、さあ、どうする。あとはそうですね。よし、まあこのままでいこう。で、決まない、落としました。ナイス。ナイスです。で、この3人をじゃあ逃がしまして、はい、片付けない。じゃあこっち行きましょうか。波岡御所。はい、出陣する。あ、来るか来るか。で、今川家と織田家が輪を結ぶ。あ、織田家落ちなかった、マジで。どんな感じ今。いやー、六角家に追い込まれてんのか。なるほど、そういうことになるか。ではでは、もう一部隊出そうか。じゃあこっち側行ってほしいな。95日かかるか。
これは参ったな。もうちょっと早めに来れないか。じゃあ救世入局。はい、出陣する。さ、急いで急いで。で、波岡御所到着。波岡御所は標高46日。はい、で、どっか交渉できない？例えば石川城交渉できそう。 OK、 行きましょう。はい、お願いします。さあ、そしてあとは、九戸も交渉できそう。もうちょっとかかるな。はい、で、野辺寺到着。野辺寺は標高33日。はい、 OK、 行け行け。で、今川家と同盟延長完了で、交渉ですね。北条玄庵さんお願いします。さあ、北条おじいちゃん見せ場だよ。城主投稿いいね。オッケー、ナイス、素晴らしい。戦う者に、よーし、容赦はせぬぞ。じゃあ、天笠さんはそうだな。今こっち、あ、揉めてたっては入ってるか。はい、じゃあ出陣する。福島城。はい、さあ、ここは巻いていきましょう。じゃあ、九戸も、交渉していきましょうか。いきましょう。お願いします。ここは絶対決めてほしい。はい。志果たさずして。わあ、もうまた来た。もうやめて。一個一気、うち？なんで？なんかしたかな？ああ、もうボロボロだよ、もう。絶対許さんからな。くっそー。で、長岡家虎もお願い。もう泣きたいよ。じゃあ、こ、上司とこ行きましょう。オッケー、ナイス、やったー。れオッケーオッケー、ナイス、決めた。行くぞ。さあ、では3の辺攻めるぞ。で、あくまで抵抗するぞ。出陣する。いいぞ、やってやるよ。おい、で、来た。で、武田家の甲州権利率。はい、勝敗がいかに転ぶかは采配したでしょう。まあ、ここは大丈夫でしょう。己が進む道。ほらー、オッケー。で、3の辺。ああ、落ちないのか。標高52日。行きましょう。はい。野辺地落とした、ナイス。未熟なる。で、あとは、じゃあ、こっちか。参るぞ。で、もべつだてはいないか。進め。で、こんなに部隊いらんので、じゃあ、適当に返しましょうか。はい。よし、こんな感じで。はい。行ってこい。で、陸奥福島城到着。陸奥福島城は標高48日。意外と標高からの城主交渉も成功率高いね。ここは、あ、行きましょう。じゃあ交渉お願いします。なんと今すぐ話をしたい。いいですね。じゃあこの方。はい、あ、どうもどうも。んー、じゃあ城主投稿行きましょう。はい、あら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 、面白いように落ちる。面白い。やったー。っ、あー、せがれやるじゃないか。じゃあ君は騎乗、お疲れ。さあ、あとは、南部家の拠点4つか。急げー。志。あー、で、六角家の当主が亡くなった。ということは、六角義方が大名になったんだね。なるほど。さあ、秋になって兵糧が入ります。だー、一気が起きてる。まあ、そうだよな。そりゃそうか。いやー、めっちゃ減ってる。ごめん。報告いたします。でも、やるしかないんだ。これはやるしかない。で、兵糧は18万5000点に入りました。パチパチー。ご命令を。で、もうそろそろ壊したい。本当に継戦9ヶ月か。いやー、ここなー。まあでも攻めたいよな。頑張ろう、なんとか頑張ろう。スカイの者が。で、南部家より交渉。うわー、いいタイミングで来るな。まあここは私たちのタイミングで壊させてくれ。ダメだ。さあ、で、今川家が、あ、六角家に戦を仕掛けた。これはもちろん今川家を応援しましょう。頑張って。さあ、頑張ってください。で、武田家が、あ、本願寺家攻めるじゃん。おー、そうそうそう、頑張れ頑張れ。武田家応援してます。本願寺絶対潰してやる。私も行くぞ。じゃあこの野郎。よくも私たちの田畑を許さね。立ちはだかる者、人量せよ少女に。我らが勇武を見せつけてやれ。もう絶対皆殺しだ。モントたちよ、武器を取りなさい。物的義高が先兵を退け、仏罰の恐ろしさを天下に知らしめるのです。この野郎。あー、出てる。あー、やばい。これやばい。だーやばい。わしが力になろう。いろいろとやばいよ。いや、敵が増えちゃったけれど、こいつは絶対許さねえ。
さあ、で大正寺城7600か、そんな家しかいないの。うわ、そんな家しかいない、マジか。これ一気のせいだよな。ちょっと援軍もらえないですかね。じゃあここと、ここで軍馬1100で兵数1万、ありがたい、ありがとうございます。じゃあこっちで、これでだいぶ戦いやすくなった。出陣するぞ。よし、行くぞ。さあ、私たちは南部攻めだ。風林火山、さあお願いします、やっちゃってください。さすが信玄さん、分かってる。まずはまずはで、武田家の公衆権術で、この里見義とか、これより奥州短大を名乗る、異を唱える者よ、刃を持ってお答えしよう。ありがとうございます、おめでとう。どうも、奥州短大、里見義高です。昭和終えられぬな。あー、一個一個じゃないね、びっくりした。さあ、で、こちら今川家と六角家、これは六角家勝った。あー、強いな、やっぱり。だー、一気だ、ごめん。もうちょっと、もうちょっと耐えて、みんな、ごめん。やっちゃったな、これ。焦りすぎたかな。はい、表情です。表情を行う。表情です。さあ、新しい方策提案だ。まあでも、ここは頑張るんだ。もう、ここで引いてはいかん。じゃあ、ここは、じゃあ、商業と軍事でいきましょうか。はい。あ、で、畠山義房さんの出席率高いね。最高。じゃあ、氏康と、あとは芦名守氏。はい。これにて表情を終える。さあさあさあ、こっからな、こっからそうだな。じゃあ騎馬突撃訓練、よし、取っておきまして、あとはあと純粋足柄も取っておこうか。はい。で、あとはこんなもんかな。まあ僧侶外交か、これも取っておきましょう。はい、よし、 OK、 行きましょう。で、南部家との戦が長引き、民が疲れ果てています。早く壊してください。すいません。もうちょっと頑張ろう。いや、もう本当にあとちょっとだから頑張ろうね。行きましょう。さあ、で、はい、徳山だって落としました。ナイス。じゃあ、田村さんは騎乗してください。お疲れ様でした。で、残る拠点は3つ。さあ、こちら武田家と本願寺家、これは武田家勝った。ナイス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 。で、三の兵落とした。ナイス。オーケーオーケー、お疲れ。で、この二人をじゃあ逃がしまして、で、長尾影虎は騎乗、お疲れ様。さあ、あとはこっち到着13日で、陸奥福島城はあと強行1日か。はい、オッケー、落ちました。容赦はせぬぞ。で、この三人をじゃあ投与しまして、で、みんな逃がす。はい、ありがとう。さあ、で、モベツ立てが何日かかるかだよな。お城入っちゃったもんね。で、南部家のこの方が説得に応じる。さあ、モベツ立て到着。モベツ立ては強行24日か。まあ、ここ攻めるか。もう行きましょう。もう一気になっても構わない。大地震、あ、今度は九州か。地震多いな。大気、うわー、17条で一気、ごめん。民がめっちゃ怒ってる。すーごい、ひどい。ごめんね。まあ、里見義高のね、志特性効果で、この一気が発生しやすくなるっていうのはあるからね、まあ仕方がない。仕方がないと思っておこう。さあ、もべったっても落とせば。で、こちら、シギナ・サトン、我らの勝ちはいりません。じゃあ、指揮は取りません。オッケー。さあ、では大正寺城攻めなさい。さあ、で、モベツ立て落としました。オッケーです。さあ、ということで1553年11月南部家は里見家によって滅ぼされました。パチパチ、ごめんね、みんな。で、捕獲したのは素晴らしいですね、南部春政。いやー、で、他にもね、優秀な方多いんですよ。いや、さすが南部家といったところ、強かったもんな。はい、じゃあ全員召し抱える。じゃあ、浮田川騎乗、お疲れ様。いやー、みんなごめんね、本当に長い間戦をさせてしまって。で、大正寺城到着。大正寺城は包囲114日、まあ強行68日でモグラ攻めしよう。はい、行きましょう。大正寺城はね、硬いのよ。さあ、頑張れ頑張れ。で、一気ある。あー、ですよね。玉名城ほか15城で一気
だからもう40畳ぐらいで一気起こってんだな。まあ、民めっちゃ減っちゃったな。いやーごめん。さあ東北を統一しました、おめでとうございます。まあ傷跡は深かったけどね、なんとか達成しましたということで、今回はここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。のっぺんでした。さよならー。